今日から福岡三越で初夏の北海道展が始まりました。毎回人気の物産展ですが、今回はその場で食べられるイートインスペースが充実しています。男爵芋とカマンベールチーズをたっぷり使ったチーズフォンデュコロッケに、北海道の海の幸をふんだんに乗せた海鮮弁当がなんと1080円。福岡市の福岡三越で今日から始まった初夏の北海道展には、初出店2店を含むおよそ40店の北のグルメが勢ぞろいしました。北海道展はちょっとワクワクしますよね。なんか新しいものとかあったりするし、海鮮とかも美味しいので、はい、これが大好きなので美味しいです。カリカリして、必ず買ってきたからね。もうこれが楽しみで来ました。初日から多くの人でにぎわう人気の北海道展、今回の見どころを聞いてみると、今回ですね、会場でしか食べられない、イートインも充実しておりますし、会場内で長くたくさん楽しめるようなものをたくさんご用意しております。そんなイートインスペースに登場したのが、函館朝市で人気の鈴屋食堂。一番人気のメニューはどちらでしょうか？この勝手丼、5種類お好きなものを選んで丼を作れるというメニューが一番人気になりますね。9種類の中から5種類の自分の好きな具材を選べる勝手丼、私好みの海鮮丼を作ってもらいました。はい、お待ちどうさまでした。ありがとうございます。豪華ですね。美味しそう。ではいただきます。ホタテの身がギュッと引き締まっていて、プリプリで甘みを感じます。そしてイクラも口の中でプチプチと弾けて、魚介の旨味を感じますね。そして暑くなってきたこの時期に食べたいひんやりスイーツも。福岡三越限定のパフェはミルクもきな粉も小豆も全て北海道産です。口当たりのいい滑らかなクリームが一瞬で口の中で溶けていきます。この黒蜜がいいアクセントになっていますね。さらに北海道といえば白い恋人、卵不足で生産量を抑えていたことから1年半ぶりに福岡三越の店頭に並びました。福岡九州の皆様に北海道の今の旬と進化した食べ物を食べていただきたいと、お仕事終わりとか、そういった方々も来ていただきたいなというふうに思っております。福岡三越の初夏の北海道展は今月26日まで開かれています。